コンビニ依存症男の末路。今日だけにしよう。いやー、やっぱり末路さんのおにぎりは最高だな。あ、痛い痛い、ゴングさん、また昼飯コンビニのものを食べてるんですか。カイチロ、お疲れ。お前はいいよな、いつも愛妻弁当で。独身アラサーサラリーマンの俺には弁当を作ってくれる彼女すらいねえよ。でも少しは栄養バランスに気を使った方がいいですよ。自炊とかしないんですか。休みの日も外食が出前だな。わざわざ買い物したり後片付けもめんどくさいし、食べたいものも食べれるし、まあ一人暮らしの特権だな。全然話聞いてないよこの人。俺も一人暮らしを始めた頃は自炊をしていたが、だんだんと面倒くさくなり、いつしか全く食生活にも気を使わなくなった。レイヤちゃんこんばんは。今日も頑張ってるね。あ、トンゲルさん、いつもありがとうございます。お弁当温めますか。うん、お願い。それと松チキも。了解です。俺はコンビニ店員のレイヤちゃんに恋をしていた。仕事終わりコンビニに寄るのはレイヤちゃんに会いたいからという理由もあった。レイヤちゃんは可愛いし、マツローソンの商品は何でも美味しいし、マジ最高。俺は毎日コンビニ生活を続けた。しかしそんな食生活を続けていると、徐々に体に異変が出始めた。なんか体がだるいな。疲れも溜まってる気がするし、目もなんか霞んでる気がするな。ゴングさん、昨日の書類確認していただけましたか。あ、まだしてねえよ。忙しい、それどころじゃねえんだよ。確認したら呼ぶから待っとけ。は、はい。なんだかゴングさん、最近いつもイライラしてるんだよな。今日は控えめにしておこう。あ、ゴングさんこんばんは。ゴングさんのためにいつもの松の弁当を取り置きして置いてたんですよ。あと新発売の松のナゲットも一緒にどうですか。もちろんいただくよ。ありがとう。自炊する元気もないし、やっぱりコンビニ飯は最高だな。しかも今日のレイヤちゃんもめちゃくちゃ可愛かったな。しんどい。ゴングさん、また腹の調子悪いんですか。ここんとこ毎日じゃないですか。いや、今日はなんだか腹というより体が。ゴングさん大丈夫ですか。早く救急車呼ばないと。先生、ゴングさんの容態は大丈夫なんですか。ゴングさんは食品添加物の過剰摂取により臓器や血管に石灰が溜まっています。それにより血流不良、代謝不良になり、今回倒れてしまったのでしょう。簡単に言えば栄養失調ですが、万が一がありますので一応検査入院していただく必要があります。なるほど。でも助かってよかったです。コンビニのご飯自体は過剰摂取しなければ全く問題ありません。しかし毎日そのような生活をしていると、糖尿病や高血圧のリスク上昇、セロトニン不足による慢性的なイライラや不眠症状、そしてビタミン不足により疲れを感じやすくなったり、肌荒れの原因になったりと様々な症状が出てしまいます。カイジュさんも気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。ゴングさんもよろしくお願いします。俺は1週間検査入院することになった。しかし病院食は味気なく、コンビニに売っているような濃い味の弁当を俺は食べたくて仕方なかった。ダメだ、我慢できない。レイヤちゃんにも会いたいし、よし、やっと着いたぞ。で、あれ、なんでレイヤちゃんと先生が。あ、出てきた。とりあえず隠れよう。じゃあレイヤ、夜勤頑張ってな。俺も到着終わったらすぐに家帰って朝食作って待ってるから。はい、先生もお仕事頑張ってね。え、まさか先生とレイヤちゃんが。俺はそっから全くコンビニには行かなくなり、自炊に励み、健康な生活が送れるようになった。